Who dares to enter the mayhem?元老院よりも権力のある何者かによってコロニーは管理されている。そのことを察知したファーストはジャパニーズに起こる異変を確かめるため行動を開始するのであった。しかし本当にジャパニーズコロニーに我々元老院以外の命令が？ですからあなた自身の目でそれを確かめていただきたいのです。内容によっては手続きの段階で何らかのミスが起きた可能性もありますし、むしろそうであってほしい。何かよからぬ企てがあるよりはマシですからね。企てだとしたら一体誰が何のために？真相究明も重要ですが、私としての最優先事項は人命の救助です。まずは現地でジョニーさんから紹介のあった調律師さんの話を聞くとしましょう。これは緊急ですね。急ぎましょう。オペ開始です。お頼み申す、お頼み申す。卒じながら冥府はいずこ。下道が笑えば神なら、諸行に拉致なき沙汰あれば魔物の始末を受け入れます。己は不動の三品侍、死道死に花無用の所存。Heaven or Earth, duo one one, let's rock. 復讐とは霧を相手に刀を振るうようなものです。それが無駄だと気づいた時しか切ることをやめられません。私はそれを知ってるんです。What a sight! の意味は何だよ。私、次の患者が待ってるのでな。バウバウウィンストレイト。吸血鬼といっても生物学的には人間と大差ないですからね。絡めてなんて廃墟にいとまがありませんよ。ショットを外したことはない。Heaven or hell. Duel. One. Let's rock. 何が出るかな。三秒殺しボブジです。今夜が3秒殺しボブジです。It's not over yet. Wow, win, straight. 私実は眼科も行けます。あなた本当はその視力尋常じゃなく高いですよね。なんでその髪型を。It's not over yet. It's not over yet. 料理の道も入信に達するためには心身を自戒や行動中のものに導く必要があるということですね。解決に見えて、実際は枷によって凝縮された姿なのですが、それが解かれる前に決着がついてよかった。あなたの体、急激な変調が始まってますね。手遅れになる前に見せてください。Get back. Get back to rock. Heaven or hell. Duel. One. Let's rock. It's not over yet. Win. Duel. All or nothing.コロニーの住人に医療処置を指示したのは慈悲なき刑事だとは考えられないだろうか。何ですか、やぶから棒に。それはどういうことですか。実はね、私は初めからジャスティスと融合などできなかったのだ。はい。まさか今さら責任転嫁するつもりじゃないでしょうね。いや、そうではない。あの最後の戦いで私はソルによってジャスティスから引き剥がされた。傍からはそう見えていた。しかしその直前、実はジャスティスが私と融合することを拒絶していたのだ。拒絶？もし慈悲なき刑事がこうなることを分かっていたとしたら。非常に興味深い話ではありますが、それとコロニーの件と何の関係が。かつての慈悲なき刑事は常に目先の問題を解決するための合理的で機械的な思考だったと。しかし私の仮説が正しいとすれば、あれはそんな無意識の存在ではない人間の心理、心の機微を巧みに読んだ。つまりあなたはこう言いたいのですか。慈悲なき刑事は人間を知るために人間になった。そしてあなたたち元老院を利用してコロニーを使った大きな計画を企てていると。飛躍した考えだと思うか。冗談ではありませんよ。くわばらしまった。これは夢か。そこにいるのは元老院、いや元元老院のリーダー滞在人クロノスと無免許の闇医者のように。はい、これは夢です。そうか、これは夢か。他人の夢に長居するのもなんですので、我々はこれにて失礼します。ごきげんよう。いや待て、そうはいくか。俺の目の前を犯罪者が素通りするなんて、たとえ夢であってもまかりならん。そうだな。はい、そうであります。仕方ありませんね。ここでクロノスさんが捕まるとややこしいことになる。Heaven or hell. Duel. One. Let's rock. It's not over yet. Win. Duel. Keep on rocking. It's not over yet. Losing. Duel. Turn up the heat. It's not over yet.なんとか負けましたね。はい、医者です。先生、ジョニーだ。悪いが、ちょっと込み入っててな。要点だけ言うぞ。今ここには来ない方がいい。レオが来てる。やはり目的地は同じだったようですね。これは困りました。だがこちらは無事に調律師と合流できた。下調べは済んでいるそうだ。わかりました。少し変わっていただけますか？という状況だ。まずは医者としての見解が聞きたい。なるほど、わかりました。ではもう少し詳しく。住民たちの体温が日に日に上昇している。ここ数日で 0.002 度ほどだ。それは住人全員ですか？念のため気象条件と流行り病、それから星巡りの情報をいただけるとありがたいのですが。おう、ここで笑わんとは。 J の字が言う通り信頼できる人物のようだ。察しの通りこの以上はそれらの外的要因とは関係がない。また体温の微量な上昇に対して新陳代謝周期が計算に合わない速度で早まっている。ステージが進みすぎだ。メイさんと同じ処置はもう効果がない。これは診察よりも仮説を優先させた方がいい可能性も出てきましたよ。仮説？どういうことだ？少なくとも法力医療の教科書には事例のないことです。あなたは住民の観察経過を逐一ご報告願えますか？当面の対応はこちらから指示します。うぬはどうする？治療の方法を探ります。古い文献に心当たりがありましてね。